大取りを務めていただきますのは菊水蓮でございます。昨年の4月、本当でしたら、結成55周年を、国立劇場で、開催する予定だったんですが、コロナ禍やむなく中止という、決定が下されました。菊水蓮は、徳島の姉妹連でございます。菊水連と、姉妹連を結んでおります。この菊水連、名前自体は高円寺の方が古いと、言われております。徳島の菊水連よりも実は菊水連としての名前の歴史は、高円寺の方が古いですが、今、姉妹連、師匠弟子の関係で、ますます腕を磨いております。それではよろしいですか。第1部の大取りでございます。菊水蓮どうぞ。
ありがとうございました。